まあ、おはようございます、こんにちは、こんばんは、黒政と申します。この放送では私黒政が新三国無双8エンパイアーズを月影でプレイしてブサイク家臣団を率いて天下統一するといった内容の動画になっております。はい、前回ではですね、まあカウに義兄弟になるか、夫婦の契りを結ばかカウにちょっと選ばせるっていうちょっとねすごいしおりみなねへたれな感じで終わりましたけども、ついにこれが多分ねどっちか行ってくると思うんだよね。で前々からその適路をゲットしたいから宝徳と宝刀か宝刀とまあなんだそので夫婦になりたいと言っていたんですけども、よくよく考えたら関鳥羽まだ持ってないですけども、この関鳥羽を手に入れる手段が曹操と同じように曹操の月影と同じように、義兄弟が嫁になって馬をもらうっていう、特定のキャラと義兄弟が嫁になると、一定の確率でもらえるというのがあるんですけども、その関鳥羽をもらえる人間が呂布と董卓とあと一人関羽なんですよね。でそれをちょっと全く忘れていて、なのでこの今回のプレイで適路も欲しいのはもちろんですけども、関鳥羽ももらえたらなって感じですね。ただね個人的に関鳥羽といったらね私は呂布っていうイメージなんですよね。あんまり関羽イコール関鳥羽っていうイメージをちょっと私は持ってないんですよね。関羽が乗ってた時期の方が長いはずだ、演技ではね長いはずだから、多分関羽イコール関鳥羽っていうイメージの方がどっちかって強いのかなと思うんですけども、僕はね呂布ですね。なのでなんか呂布からもらいたいなっていうのもねちょっとあるんですよね。いいや。ただなんだろうな、確率的にその義兄弟より気持ちその配偶者の方がそういう特殊イベントとかって発生しやすいと思うんですよ。多分それで間違ってないと思うんですけども、そうなるとどうだろうね、どっちもわからないな。そうなると買う、でも関鳥羽取った方がいいのか。皆さんになんかこの放送している中で関鳥羽をもらう瞬間を送りたいっていうのもねお届けしたいっていう気持ちもあるんでね。あとねなんだろう、その男女の並びなんかちょっと好きなあれがあって、奥さんっていうんですかね、女性の方が背が高い高身長みたいな女性なんですけど、その男性側が、夫かながその輪にかけてさらにでかいみたいなデカデカコンビがねちょっと私は好きなんですよね。でそうなるとまさしくね関羽はそれにバッチリ該当するんだよな。関羽に任せるか。さあどっちになるかな、どっちかな、義兄弟か嫁か、さあどっちだ。嫁だったな。この思いもはや止められぬ。熱いな。首がなんかめり込んだように見える。軍長、そなたに心奪われ申した。どうか我が妻となっていただきたい。
眼力すごいなこいつ。顔の圧がすごい、すごすぎるだろ。眼圧レベル100で言われたらね、答えるかな。いやまあ答えてやるか。これも何かの運命か。ちょっとその前に、ちょっとその前に書こう。トントン、うん、たまにはこうして酒を飲むのも悪くない。まあガタイがいいやつが旦那だったら、旦那の方が、子供が生まれた時もガタイが良くなる可能性があるか。そっちしとくか。ていうか、ほうとうはどこに行ったの？なんか全く見受けられないんだけどな。このシナリオじゃ出てこないのかな。まだ出る。このなんか、エイトエンパイアーズの、そのなんか武将の出方がちょっとまだよく把握できてなくて、どこだったか、多分セブンとか昔のやつって確か、もうシナリオ開始した時点で出てくるやつはもう決まってて、年月が経ってく段階で新しいやつがポンポンザヤレルで来るような感じじゃなかった気がするんだよな。で、エイトがそれと同じなのか、それとも、例えば、2008年になったら、諸葛亮とか、ホウトウが、出てくるとか、なんか、そういった感じで、開始にはいなくても、出てはいなくても、シナリオを進めていく時点で出てくるみたいなパターンのどっちかなっていうのが、全く分かってなくて、その、後者の方だったら全くいいんですけど、嬉しいんですけども、前者だったらね、ホウトウがちょっと見当たらないからさ、出てこない可能性があるんだよね。てか、核いないし、核いないじゃん。核はいいか。核はいいぐらいか。あー、いや、いるね。進路セブンのエンパイアズの時このキャラで遊んだな、進路で。いや個人的ですね。2人か。あー間違えた。見てなさい、オリジナル武将。あら、杯が空いているじゃない。ほら、もっともっと飲んでちょうだい。やっぱりね。あなたの卓抜した才を耳にしてまいりました。どうか私と共に来ていただけませんか。顔割りはね、積極的にね、表に出してあげないと。そんなの無理よ。ダメじゃん。なんかあれ、この間も断られたしな。最近ちょっと打率が悪いな。死ぬ気で参ろう。格外が なんでこんな病気キャラだったのかちょっとよく分かってないんだよね。あなたの卓抜した才を耳にしてまいりました。どうか私と共に来ていただけませんか。断る。ダメだ、やばい、調子が悪いね。あ、やば。ああ、やっちゃった。カウンの枠が。あれ、あ、大丈夫なんだ。何その悲しそうな目つき。なんかちょっと哀愁が漂ってるよ。先日の件、答えを用意してまいりました。あなたのお気持ち喜んでお受けします。すげえ尖ってる、なんか物騒なもんが、なんか 目の前にあるけど、この目はどういう目なの。どういう目なのこれ。さっきのクワみたいな感じじゃなくて、なんか悲しそうな目つき。しかも無言。
体格身長差すごいな。あ、そっか、まあ誰もいないもんね。義兄弟がいたらあそこで映るんだけどね。これからは二人で歩んでいけるのですね。夫婦支え合っていきましょう。孔明残念。互いに良き夫良き妻たらんと務めようぞ。カウンがね、ブサイク、数少ないブサイク資源だからね、ここで逃すわけにいかない。最低でも旗揚げの時につけとかないと進行の時勝てないからね。金が目減りしてなくなっていくけど、カコートンから お話が来た。お話カコートンか。来ていたのか。いい機会だ。少し付き合え。どうこうか。お、かくいた。ほう、この先を出すとは。あんたもなかなかの通じんだね。たまにはこうして酒を飲むのも悪くない。酒ね。なんかあのすごいタイムリーですけど、尼崎か、尼崎のね、まあ役所の、委託かな、なんかそういう会社の方が、あの、まあ、酔っ払ってしまって、まあそのね、市民のね、全市民、尼崎市民45万何千人から46万人のね、個人情報が入った USB をね、紛失しまうっていうね、事件がありましたけどね。やっぱり酒は怖いね。個人的にあの私はあのお酒はまあ正直好きじゃないのでほぼ飲まないんですけど、多分年単位で飲んでないな、多分少なくとも4年ぐらい飲んでないと思いますね。お酒全然それでも大丈夫なんですけども、まあ世の中にはねお酒がまあ好きで仕方なくてっていうね方もいらっしゃるのはわかるんですけど、やっぱり酒はね飲まないに越したことはないですよ。酒をなんかよ、まあなんかそのよく言われるあれですけど、そのロシア人はまあ 美人だと、ただあの劣化するのも早いとか言われるんですけども、その劣化する原因がやっぱり酒なんですよね。お酒をやっぱり飲むとあの脂肪がなんかたまりやすいかなんかで太りやすくなるんですよ。太りやすくなるっていうか太るんですよ。で太るし、あと体の健康にも悪いしみたいな。で逆にあの酒を抜くと太らないし、あと見た目もなんかねあの若々しくいられるらしいですね。なのでね、あの酒を
飲まないようにした方がいいと私は思うんですけどね。まあそれこそタバコが何十、まあ少なくとも10年ぐらい前はここまでそんなタバコもそんな目の敵にされてなかったと思うんですけど、今はねタバコを吸ったらなんか滞在人のような感じじゃないですか。なのでね、なんか よくわからないのが、そのタバコは悪で酒は正義みたいな、なんか謎の構図があるなって私は思っていて、なんかそれってどうなのみたいなどっちもなんか体に悪いじゃんのにねみたいな。なのでね、その酒もね、ちょっと取り締まりって言ったらあれだな、少なくともその酒の酒税を上げたりするかなんかで、酒を飲まないようにその国民を動かした方がいいと思うんですけどね。ただね、なんかそれができない理由が、酒はその食品にも俺入れる例が多いじゃないですか、料理の時とか。なのでその関係でちょっと酒をその金を高く取れないみたいな、そういう話を聞いたことがあるんですけどね。ただね、その尼崎のね今回みたいな話を聞くたびにね、酒はやっぱりねちょっと厳しくした方がいいと思うんだよね。ちなみにお酒飲みの方の免罪符である酒は百薬の長っていうのは、これ知らない人が多いと思うんですけども、実はね中国史にすごいね関係が深いんですよ。あなたの卓抜した才を耳にしてまいりました。どうか私と共に来ていただけませんか。いいわよ。起きて、あ、OK。 っていうのも、これはこのセリフを作り出したのが中国史のある皇帝なんですね。それがね、秦。これは始皇帝の秦でも、女真族、愛新覚羅政の秦でもなくて、王も、前漢と後漢の間の秦王朝っていうのが、新しいって書いて秦の、王もっていうね、まあ、三奪皇帝かなんかって言われてるんですけど、その人が酒の、確か酒を売れるようにするために、つけたキャッチフレーズが酒は百薬の長だったんですよ。なのでね、お酒好きの皆さんはね、大もね足を向いて寝れないなっていうね、そういう話でございます。まあなんかごくごく美容だったら健康だみたいな話も聞くんですけども、まあ大抵ねそんなごくごく美容で飲む人はいないわけですよ。大概みんなその健康でいられるねラインをガンガンに超えて飲むわけなので、なのでねお酒はね、行くとしますか。怖いよ。誰だったかな、確か陰王朝、陰の陰、まあ将とも言いますけども、その初代帝の東王が酒何だったかな、確かその酒がたまたま飲んだんだっかな、なんかちょっと忘れちゃいましたけど、酒を飲む機会があって、それを飲んでこれは怖いというふうに思ったらしいんですね。こんななんかその酩酊するような危険なものは、危険なものによって後世必ず身を滅ぼすものが出るだろうっていうふうに予言したというふうに言われてるんですね。まあまさしくその通りですよね。まあ有名なところで言うとね、孫権とかね、あなたの卓抜した才を耳にしてまいりました。どうか私と共に来ていただけませんか。分かったよ。断るってのもやぼだしね。まあこんなが散々なんかあたこと言ってますけど、まあ私にねそんな大層な権限もないわけでね、まあこんなこと言ったところによって世の中変わらないですけどね。あれ、ついてこないのか。あ、そうなの。あ、なんかあれ、同行な感じだったけど、そうなのね。相変わらずなんか下世のよっか可愛いね。ここすごいな。こ
これでちょっとワープできるっていうことをね覚えたんでね、ちょっとここに行ってみるかな。あ、間違えた。せっかくだからね、ちょっと観光というか、スポット集めをしてね帰ろう。お、だってどうした、いきなり降りたな。別にいいじゃん、自分家なんだし。土足でも。また酒の話題で恐縮ですけど、なんかよく若者のそのアルコール離れとか、なんか、まあ、私もあれは好きじゃないんですけど、なんか何かにつけて若者のなんとか離れだなんとか離れだとか言って、その若者が悪いようにいうふうに言う感じはちょっとは私は好きじゃないんですけども、まあそれはさて置いといて、若者のその、アルコール離れとは言ってるんですけども、確かそのノンアルの需要は確か上がってたはずみたいな話を聞いたことがあって、なのでそのね、なんかそのお酒の会社とかはそういう感じで若者をなんか目の敵にして、なんか儲からないよみたいなことを言うんじゃなくて、ちゃんとね、そのノンアルっていう需要がねあるわけだから、まあそこはちゃんと調べてるか、あるので、そういうなんかグダグダ言うんじゃなくて、ちゃんとその情、必ずね、何かその調べていけば突破口はあると思うんですよ、どれかしら。まあそれを見つけるのにすごい時間かかるし、なかなか難しいところっていうのはあるんですけども、そういうね、必ず突破口は何かしらあると思うので、まあね、その誰かのせいにする前にね、なんかだって気分悪いじゃん、なんかね、誰かのせいにする前にちゃんとその叱るべきね、手段を取って、解決策を導いて、またね新たな成功を見つけた方が、まあ普通にかっこいい大人だなって思いますけどね。でもやっぱりその酒飲みから言います、私ももちろん私はあんまりお酒は好きじゃないけど、別にそれは私のね友人で、おー、なんだこれ、なんか弥生時代みたい、なんか、あ、びっくりした、なんか貸し付いてくれたかと思ったら、ただ単になんか作業してるだけなのね。貸し付いてるようにしか見えないけど、でもなんか手が動いてるから作業してるんだね。そうだ、ノンアルはねやっぱりね、なんか全然物足りないらしいですね私は酒飲みじゃないから、ちょっとそこはあまりよく分からなかったんですけども、なんかやっぱりね物足りないんですって。だからなんかやっぱあれ、こうノンアルがのあれをしてもあれなのかなピンなのかな。でもなんかかわいそうだよな、タバコタバコやっぱかわいそうだな、そう考えると。なんかGoogle で予測変換ってあるじゃないですか、その例えばそのまあ JT とか、日本タバコ産業だったかな正式名称は、っていう風に入れると検索結果に潰れろとかそういうのが出てくるんですよね。いや、もう許してやれよと散々もうなんかね迫害されて、なんか用語されじゃないですけど、ね駅とか行くとね、そのタバコのね喫煙コーナー、狭いところにね押し込められてなんか言い方はあれですけど、なんか
たまになんかその高速走ってるとなんか豚とかさ牛を輸送するぎゅうぎゅう詰めにして輸送してる姿を見えるんですけども、そんな感じに見えるんですよね許してあげようともうなんかもうねえ、報いって言い方もおかしいけど、抜けたんだからそれに比べて酒は全然なんかね人気者だからねっていうね、ひねくれ者の意見でございます。まあ確かに酒がね、すごい健康に悪いっていうのはね知ってますし、まあもちろん科学的にも証明されてるわけですけどね。ただ酒もそうなんだよとそう言いたいですね。確か何だったかな、確か麻薬より中毒性だったとかそういうのも確かなんか研究結果もあったはずなんですよね。麻薬大麻だったかな。なのでね、恐ろしいもん代物だっていうことはね、ちゃんと今回のね尼崎みたいなケースがあるんでね、たしなむ方はそれを念頭に置いて、ね、十分楽しんでもらえばいいかなと思いますね。あった、あれ、あ、よしよしよし、存続終了。働くね、なんかそうなんだよね、義兄弟になると働くんだよね、ちゃんと義兄弟というか血縁か、なんだ、配偶者しかり義兄弟にするとそいつが働くっていうね。個人的にはなんかモブ働いてほしいんだよな。無双武将は結構その関係値を上げるためにフリーになってもらいたいっていうのはあるけど、僕はそういうのないからな。俺は両鉱石ってものです。こっからはあなたのために戦おうとしますか。こいつは確か無双を読んで初めて登道した彼だったかな。無双4の両太はまあ強かったね、うん、良い面構えではある。そなたを名族の配下に加えよう。多分まあいろいろ意見はあると思うけど、間違いなく強キャラに入ってたと思うね。振りが超速かった。とにかくその攻撃スピードが速くて、チャージもね、チャージさんか何かがね結構強かった気がするんだよね。まあ今はどうなってるか分かんないですけど、あ、そうだ、ちょっと待って、来月か、来月になるな、ちょっとちゃんと準備しとかないと。ていうかやばいよね、城壁できないのもやばすぎる。あれかな、やっぱ位が低いからかな、ちょっといいよ、あんまりよくちょっと理解できてないっていうね、ノータリンなことがバレてしまうわけですけど、あ、よかった、ちゃんと見といて。全然足りてないじゃん。ちょっと待って、こっちは大丈夫？こっちは大丈夫だね。オッケーオッケー。喜ばしい結果よ。うわ、真っ赤だ。怖い。私に恥をかかせるなよ嫌なやつだな徹底してるよね。無双はなんかほんとキャラがほんと徹底してるんだよな。このキャラがこうだっつったらもう絶対ブレないっていうねそのキャラ一点突破でやるからね。まあ逆にいいんでしょうけどね。それがキャラ付けっていうのは大事だよ。なんだっけな、その人見知り、まあ私人見知りなんですけど、まあ逆にね、その人見知りじゃない人もいるわけじゃないですか。でその人見知りじゃない人が何だったかな、人見知りな人に対してなんか求めるものってなんかどういうキャラかをはっきりしてほしいこと
みたいのもあるらしいんですって。なのでなんだろうな、その人見知りでも、あ、こいつは人見知りだなっていうのが分かればまだ安心するらしいんですけども、なんかよく分からない得体の知れないやつは怖いらしくて、なのであの人見知りのやつはせめてあの話しかけなくてもいいから、人見知りだってことを分かるふうに、なんかそういう雰囲気を出してくれみたいなそういう話があって、まあなのでその今言ったそのキャラ、あのこのキャラでいくっていうその一点突破っていうのはなんかいいのかなっていう、まああのあんま関係ない話だな。あー、古文奮闘か、ちょっとね、あ、いや無理だろうな、やめとこう、修羅だしね、修羅で星さんがうまくいくと思わないんだよな、どうしよっかな、あ、やば、見てなかった、あーでもあれか、全員モブだな、じゃあちょっと劇でもいいかな、一応有利取ってるし、でまあ調子こいてるとなんかへまりそうな気もするけど、いいや、これでいこう、とりあえずまあ拠点を潰せばいいんだな、オッケーオッケー、この地に防衛線を敷く、守りきれ、ここをかっさらう、お前ら行くぞ、あーでもあれ、あ、ちょっと間違えたかな、やばい、手順間違えたかな、あーこっち来んな、あーこっち来てるよ、なんか人が来てる、こっち策を実行する、行くぞ、やめてやめて、来んな、あーでもあれか、制限時間ないのか、制限時間ないんだったらいいか、ちょっと待って、お、なんだなんだ、お、あ、来た、早っ、強くね、何どういうこと、調子めちゃくちゃいいんだけど、あ、なんか来てるよ、やること多いな、者ども持ちこたえよ、敵将討ち取りました、個人的になんか全然関係ないけど、月影の敵将討ち取りましたって発音好きなんですよね、定まった、攻め立てよ、ここもそうだかな、あ、人いいんじゃん、ちょうどいいね、リア充爆発しろっていう言葉だったけど、最近聞くの使われなくなったな、まあ、あれも死語になっちゃったの、今なんて言うんですかね、リア充爆発しろの代わりになる言葉って、あ、マジだ、ちょっと15ゴリ削れてんじゃん、早くね、奇兄弟、ちょっと魔法とは、魔法とはちょっと見送るかな、最悪4人で旗揚げするしかないか、やりたくねえけどな、そんなに甘くないと思うしね、はいや、お前有利取れてるってのもあんのかな、守備よく運びましたね、さあ今より攻勢に転じましょう、我が策をお見せしよう、有利が取れてるときはやっぱ逆に劇の方が速攻かけるからいいのかな、ない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 、策を実行する、行くぞ、殲滅したいときはね、非属性の爆発でやるといいよ、
なんだ、なんか今変な謎の動きかもしれない。時期にあそこもやってくると思うけど、ちょっとか守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。どう考えても抜けるな、これは。どう考えても守りきれないって、無理するなって。嫌なやつだな。いつ聞いても嫌なやつだなと思う、これ。よっの声は可愛いんだよね。おちょ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 、バカでした。自爆してるんだ。あれ、こいつアーマー入ってんのかな。なんだろう、やっぱシュラだから硬いのかな。ここが勝負の分かれ道。計算の成果です。突撃！突撃したけど嫌いなのか。かわいそうに出てきたところにいきなり取られちゃってね。一度体勢を整えねば。あとは頼んだぞ。あげるか。いいですね。美しい戦い。こっちじゃないな。ちゃんと確認してよかった。こっちだった。なんか気になるからいいか。防衛のあれを残したまま開けたらどうなるんだろう。あ、開いちゃったよ。あ、なんだ、静観かかったからか。今こそ攻めよう。披露するまでもない。ボッシュート。あ、超コモ持ってた。君も帰るのかい。あ、いやいや、もう誰だこいつ。エンタンか。エンタン、あの、エンタン無線なの。無線じゃなきゃ、無線だって剣だろ。エンタンになんか軍師要素はなんかあんまない気がする。炎症の地なんだったな。せっかくだからあれか、クラウゼビッツの戦国論、戦国論じゃない、戦争論に乗って殲滅するか。この地は私が占拠しました。あれ、どこに、どこに、なんで、どこ、どういったところなのか。あ、いるし。はぁ、あ。確かに、やっと過ぎちゃってんだよね。なんかこういうのって、総大将。ありやすいな。敵将を討ち取りました。はい、
かな。その働き見事というほかない。あなたこそ真の三国無双です。やってることは無線と変わんねえな。体勢を整えれば。でも無線よりちょっとやりづらいけどね。範囲が狭いから。大したものよ。暑いな。ちょっと暑いな。エアコンつけよう。よいしょ。あ、すいません、お待たせしました。いや、ちょっと部屋のね温度が31度もあるんでね、基本的なあの冷暖房をかけるちょっと喉にかかる体質というか、ちょっと喉に来ちゃうんですよね。で、私ちょっと喉から風邪をひくパターンが多くて、なのでそういう関係でちょっとなるべくエアコンは使わないで いつも生活してるんですけども、さすがにねちょっと31度はね使わざるを得ないな、これは。暑いな、蒸し暑い日本の夏。これでね冷え冷えになって快適にね実況ができればいいな。この炎がうちの室温みたいな。こんだけ暑いっすよ。さすがにこんなに暑くないか。見事だ。お前は我が策に欠かせぬ。どうにもならん。関水なんか、関水こそおじいさんキャラにした方がいいんじゃない。日々の研鑽の賜物ですね。日々の研鑽の賜物で器物破損するぜ。日々の研鑽。OK。いいね。なんか賄賂はちょっとあれだけど。これでなんか前この引け使ったけど正直使えなかったんだよな。おうや、承知した。こいつらもブサイクっぽいけどね。承知した。こいつは多分イケメンだろう。おっと、すまねえな。まあでもしょうがない、まだ旗揚げできないんだから。あれ？あー、なんか漁夫の利を取られたな。なんか今見たら確かにあれ色ないじゃんと思ったから、あれ V が首都だったっけって思ったけど、そんなことなかった。やられたね。まあいいや、馬長はイケメンだから。ファニー AI でイケメン判定されたから取れないからやね。あーやばい。あー、よかったよかった。あー、プラマイゼロか。
私は取ったけどね。やばいよ、世紀末だよ。ノストラダムスの大予言の年齢に年になっちゃった。冥族の神にふさわしい働きであった。褒美を取らせる、慎んで受け取るがいい。身に余るお言葉、感謝します。え、所持上限に達していたため、一回もらったからもらえないってことよな。所持上限？何？あれは2個もらえないから、そこ出ただけだよな。なんか枠がもう埋まってて、あれ以外の手に入れられないっていう話じゃないよね。我々が取るべき方針はこうである。なるほど、まあまあ反論できる地位にはないんだけどね。でもまあそれでいいと。あ、なんか来た来た。何だったんだろう本当に。あ、でもやばいな、ちょっとそれよりあれだな。てか、なんでこんな ちゃんと運営しようとしてんだ。どっちにしろ抜けんのに。うーん、でもなんか やっといてやるか。あかん。なんかあれ敵じゃん。なんだろう、なんか気になるな。ちょっと行こう。なんか用。ライバル認定か。お前苦労人みてえだな。思い切って俺たちの元へ来たらどうだ。意外意外。いやでもちょっとまだ早い。困りましたね。ちょっとね、カコートンと核にちぎりを結ぶまではね、出れないんだよね。というあの呪いがかかってるからね、血液は。こういうこともあるのね。でも宝刀には、宝刀がいないとな。すげえ慎重さ。これをそなたに送りたいと思う。大変なダンサー力余計だな。心のままに使ってほしい。なんかあ、早っ。え、あ、もう手に入った。あっさり。曹操の時めちゃくちゃ粘って粘って粘って、でもう諦めようかなってなった時に手に入れられたのに。え、すげえ、あっさり。感謝いたします。いや、ありがたい。なんかどうでもいいけど、月影がすげえ140センチぐらいに見える。ありがとう。なんかその石飛ばを先に手に入れちゃったら適路使わなくなるなって思ったから、適路からと思ったけど、まあもらえるもんはもらえるもんで嬉しいからいいや。適路はね、なんかまあ干渉だ、干渉よ。干渉場適路。やったねー。ちょっと待って、比べよう。210、移動が300か。衝突力もこっちの方が100だね。100上だね。でも正直あんまり差がないと思う。てかそもそもこのゲームは馬があんまり必要ないとも言われてますからね。まあでも早く行けるに越したことはない。結構ね、あとギリギリで間に合わなかったみたいなのも結構あるからね。ありがとう、ありがとう。喜びの舞、喜びの舞。
喜びの舞、喜びの前転。あ、よしよし、でも先が長いな。あのなんか獲物に襲われそうだっけ、襲われそうでのところ助けたいイベントが起きないかな。あれ起きると確か絶対100になるんだよな。ほう、この先を出すとは、あんたもなかなかの通人だね。まだ先が長いな。声援しようと思ったら金ないしね、炎章さん。いやー、なんかもっとお金あるときに暴れとくんだったな。ちょっとね、真面目になりすぎた。あ、官兵か。あ、断られた挑戦がいるじゃん。ではお断り遊ばされた挑戦くんがいるじゃない。あなたの卓抜した才を耳にしてまいりました。あ、やべ、会話挟んでくれた。どう、申し訳ありませんがお断りします。だよね。ちょっとじゃあ寛平君、会う気もいいじゃん。全力で行くぞ。親しき者との語らいは、あ、今間違えた。心を癒してくれるな。水挙行きたかったんだけどな。6周だったらギリギリかなと思ったんだけど、 あれだったな。残念、無念、さようなら。あんだけあった潤沢なシーンがなくなってきたよ。お金は、資源は減るのよ。何もしなくても稼ぐのは大変だけど、減るのは早いっていうね。何もしなくても減るから。お、なんだ、今月は戦わないから割と余裕があるぜ。なんだろうな、あの獣を襲われイベント出てこないかな。持っていけ、お前の力があれば役立てられるだろう。イケメンカード、イケメンもあと1つでマックスか。あと19か。あと3回か4回会話挟めばいけるか。なんか格好がなんかほんとモンゴルみたいな格好だな。まあなんだ、北方民族、郷土的なあれなんだろうけど、強度とか強とか強族とか、いや田舎やな。これなんだっけ、あれ、これなんだっけ、あそこ行ってなんかあったかな。ああ、また核はお仕事しちゃってるよ。もう他のプー太郎見習ってくれ。働きすぎだよ。こうして酒を飲むのも悪くない。あ、本当にだよな。ちょっとね、私はちょっと注意欠陥だから。昔ね、忘れ物なんだろうな、なんかそういうのが結構ひどくて、あとちょっとね、時間管理も苦手でね、なんかまあよくちょっと遅刻をしちゃう良くない人間なんですけど、なんかその時ふとね、
ADHD のことを知って、で前ちょっとね受けたことがあるんですよね。その自治体でやってるんですよ、そういうのって。あのまあ 県の自治体かな。だからまあ神奈川に住んでたら神奈川県の施設で、まあ仙台に住んでたらまあ宮城県の施設でみたいな。で、あのそういあの探せば出てくるんで、まあそういうのがちょっとね、ああ私 ADHD かもとか思った人はね一回受けてみるといいと思います。ちなみに私はまあいろいろね、なんだっけな、なんか面白いやつがあるんだよ。なんか大喜利みたいなテストもあったな。あのイラストが書いてあって、なんか空白の吹き出しがあって、あなたならそこに何をな、どんなセリフを喋らせますかみたいなテストもあったんだよな。あとは普通になんか計算とか、なんかそれを、そういう試験があって、で、結果私は確か、可能性がある、傾向があるか。なんだ、その注意欠陥多動症の傾向があるみたいな出たんですけど、なんかあれもね、グレーな感じなんだよね。とりあえずなんかその ADHD 断定、めっちゃ強い断定できる ADHD とは言えないけど、なんだろうな、もしかしたらあるかもしれないけど、どうしよう、とりあえず分かんないから可能性あるとだけしとくかみたいな感じなような気がするんですよね。では私の舞、心ゆくまでお楽しみください。まあなのでね、なんかそういう風な自分のまあちょっとここがこれが生きづらいなって思って悩んでる方はね、あなたの特別した際を耳にしてまいりました。どうか私と共に来ていただけませんか。まあ、病院とかまあ行政をね頼って調べてみるといいかもしれません。ダメかい。お断りします。ダメなんかい。一個余ってるな。一個余ってるけど、いけるかな。あなたの卓抜した際を耳にしてまいりました。どうか私と共に来ていただけませんか。食系のよしみで断る。ダメだ、食系のよしみでダメだったが、せっかくだからね。あれ、あそうか、同行してるか、ラッキー。ちょっと待って、 見づらい。空気を見ると敦煌だったかな、な映画、佐藤浩市と西田敏行のあの映画、だいぶ昔、多分もう30年以上は前の映画なんですけども、なんだこれ、これこの先行けるのかな。なんかその成果、なんだ、金とか南宋とかそういう時代のあったあのチベット系の民族が建てた成果の、王朝で活躍する勧進部隊の話だったのかな、が話なんですけども、それのね、なんだ、本当なんかそのロケ地とかそういうのがね、まさしくこんなところでね。この映画も多分当時にしてはすごいお金かけたんじゃないかな。ただなんか結構ね、なんか リアルに残酷っていうかいうシーンがあったりね、その商人さんたちがまあ対立を組んで、まあ対立っていう